ついに完成しましたな。それでは私は帝をお招きいたしてまいります。誘われて来てみれば大なる地であるな。ことにこの建物は統治者の力を感じさせる。この地こそ天下開闢にふさわしい。この地は今希望の光に満ちています。あなたが皆を導いてくださったおかげです。おめえがここまでやるなんて驚いたぜ。こんなにめでてえことはねえな。いやはや腰が抜けそうだよ。お前さんとんでもない逸材だったね。群雄割拠の世に一つの勢力が起こった。巨とする地、軍とする人、そのどちらもが貧しい勢力であった。しかし幾多の戦いを経てその力は増大する。資材を得、多くの施設を建てたことにより発展した土地。戦いを通じ集った、志を同じくする多くの仲間。そしてかの地にはかつてない豪壮な建物が作られることとなる。この地に招致された帝はその繁栄ぶりに驚嘆、新たな都とした。その法を受け多くの群雄はその軍門に下った。長きにわたる時代の混乱はここに安息の日を迎えたのである。かくして小生たちは新しい知性で再び輝き始める。さながらきら星のごとく。
賀の折失礼いたします。後ほど私のもとへおいでいただけませんか。お耳に入れておきたいお話がございます。大事には至らぬかと存じますが念のため。天下の小生を集めるとはまこと素晴らしい。そな最近巷である噂がささやかれております。何でも我らが帝が偽物だとか。もちろん目も歯もない噂、ただその虚実を見極められぬものも多いのです。事実基地に不穏な空気が漂っております。何事もなければよいのですが。同尺台を完成させ帝の招致に成功した小生たち、彼らはその基地を新たな都として発展させようとしていた。しかしそんな折不穏な情報が基地に流れる。対抗する新たな勢力が起こり力をつけつつあるというのだ。新興勢力は巧妙な情報戦略を展開、偽の帝を擁立しその正当性を広く世間に喧伝した。まことしやかな話に大いに惑わされた世は二分されてしまう。さらに調略によって基地から多くの仲間が離反していった。かくして大陸全土は二人の帝の正当性をめぐる騒乱に突入する。帝の名を語る不埒者を倒し混沌と化した天下を平定せん。決意を新たに小生たちは再びきらめこうとしていた。多くの仲間が基地を去ってしまうとは、帝を貶める者をこれ以上放ってはおけません。我らで黒幕を探し出し打ち果たしましょう。そして我らが帝の正当性を証明するのです。戦場に向かわれるのですね。戦闘についてご説明いたしましょうか。さてこの天下は5つの地方よりなります。今はその全ての地方が敵対しております。黒幕はどこにいるか分かりません。一つ一つ地方を制圧していきましょう。戦場にさて黒幕戦闘ではただ勝利するだけではダメです。その戦場の制圧率を高める必要があります。制圧率を高めれば新たな情報が得られます。戦場の解放や仲間の奪還につながるでしょう。
ともさせていただきます。我が知略だけでは挽回できるか。一旦引き、次の策を講じる。私をお持ちとに、私の知略が役に立つならお供しましょう。参りました。乾杯です。俺の力好きに使ってくだされ。参りました。乾杯です。俺の力好きに使ってくだされ。大きな志をお持ちと見える。私の知略が役に立つならお供しましょう。大きな志をお持ちと見える。私の知略が役に立つならお供しましょう。あなたこそ我が才を託すべき人物。この年になってようやく巡り会えたわ。くれた。頼りにするぞ。私の知略、あなたの元でなら生かせよう。共に行くことお許しあれ。前とはお見それしました。我が力いかようにもお使いくだされ。
見それしました。我が力、いかようにもお使いくだされ。よくやったな。その調子だ。おお、素晴らしいご活躍。見せつけてくれますな。素晴らしいご活躍、お見事です。おお、これほどの部をお持ちとは。どうか、どうか弟子にしてくだされ。